がメロメロになるっぺ、なるっぺこと井上なる、15歳の高校1年生です。お料理上手のなるちゃん、はいちゃん、はい、ね、冬のね、おすすめメニューを教えてください。冬のおすすめメニューはキムチ鍋です。キムチ鍋はい、そうなの、得意なの。得意ですね、うんうんうん、でそのポイントがあるんですけど、うん、ウインナーを入れるんです。うん、ですごい美味しいんですよ。なんで今違うの？あの、なんか豚肉とかよりウインナー入れた方が美味しいんですよ、うん、っていうのを最近ちょっと発見したんです。はい、一人でもやるの？一人では、うん、うん、そうですね、一人ではあんまやんないんですけど、うん、やっぱ多いのはお母さんと一緒に作ります。メンバーに振る舞ったりはしないの？メンバーに、うん、あ、なんか私が白菜の煮物を持ってったんですよ、うん、で、あの柏木由紀ちゃんが、うん、食べてくれたんですけど、うん、あ、美味しいって言ってくれたんですよ、うんうんうん、だからちょっと嬉しかったです、ね。白菜のどんな煮物なの？白菜とツナと、うん、あと人参と入ってるんですけど、うん、それをコトコト煮るんですけど、あ、すごく美味しいんです。はい、和風の？和風です。そうなんだ、はい、はい、というわけで井上なるさんのインタビューでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。バイバイ。